はいどうも、適当ゲーミングチャンネルの陽一です。今回はですね、ゆりさん含め日本語学習者の皆さんにおすすめしたいものがありまして、ていうのもね、前回の動画で文法とか動詞の話をしたんですけど、まぁ、ちょっとねややこしかったかなと思ったので、今回はね、見るだけで喋れるおすすめのねウェブサイトを紹介しようと思います。日本語学習者の皆さんはなんか go はわかるけど went とか don't go can go ってどうやって言うんだろうって思ったことはないですか？そんな時にね活躍するのがこのウェブサイトなんですけど、このサイトウルトラハンディジャパニーズバーブコンジュゲーターって言って、まあ、概要欄の方にねリンク貼っとくんですけど、使い方としてはめっちゃ簡単で、まあ、好きな単語を検索してもらってこのコンジュゲートってボタンを押してもらうとこんなねテーブルが出てくるので、まあ、例えばね don't go だったら行かないとか、こういう風にまあ知りたい言葉を探して言うだけですごい簡単に日本語が喋れるというものでして、でまあこのテーブルのね簡単な説明としては、まあ様々な形の動詞がまあ肯定否定ポジティブネガティブ、あとカジュアル、あのプレインポライト、まあカジュアルとまあポライトな表現で書かれてるってやつなんですけど、めちゃくちゃ言うのこいつ。過去形、過去形でいくと、まあパーストインディケイティブだったら、まあ went have gone だったら行った、このプレインちょっとカジュアルなフォームが行ったですね。でまあ didn't go haven't gone がまあ行かなかった、で行きました、行きませんでしたっていう風になるんですね。でこのテーブルはまあ上の方ではねちゃんとフリーですね。英語とその訳が書いてるんですけど、こう下の方に行くとねそれがなくなるんですよね。なのでこれどういう意味なんだろうとかねなったら、このねクエスチョンマークポテンシャルってどういうことなんだろうってなったら、このクエスチョンマークを押してもらうと、Express the idea of ability or capability、 まあその I can do something のその形になるフォームになるというか、まあ can とか be able to みたいないう形になるですよね。なので、このね行けるってのは I can go ということで、まあ、行けないってのは I cannot go で、まあ、これがちょっとポライトな形で、まあ、行けます行けませんっていう風になるんですね。でめちゃめちゃ便利なサイトではあるんですけど、何点かの注意点があるので、ちょっとそれをねお伝えしようと思うんですけど、まず一つ目は全ての、ね、動詞が載っているわけではないということですね。まあ例えばあのしゃがむ crouch とかだったらこれないんですよね、検索結果がなくて。まああと apex だと root とかrootってのもないんですよね。なのでまあたくさんね動詞はあるんですけど、まあ、結構ねゲームに偏った動詞とかはない傾向がありますね。で2つ目はですね、まあ文法としては合ってるんですけど、ちょっと違和感のある表現がいくつかありますね。例えばここですね、 presumptive と volitional っていうフォームなんですけど、 presumptive volitional that is deep。 これは presumptive っていうのはまあ probably とか、まあ、may might みたいな、まあ、確定ではないけどそんな気がする、そうだと思うみたいな形のがあるんですけど、うん、まあ、その表現っていうのがここ、行くだろう、行かないだろう、行くでしょう、行かないでしょう、この4つがそのプレザンプティブのフォームになるんですけど、あのボリショナルフォームっていうその Let's do something みたいなフォームがあるんですけど、まあ Let's go、 この行こうとか行きましょうは全然違和感なくね全く問題ないんですけど、このねプレザンプティブの行くだろう、行かないだろうとかっていうのは、まあ文法的には問題ないんですけど、口語的かどうかと言われるとそうではないような気がしますね。まあ、僕の感覚では、個人的な感覚では、まあ、行くと思うとか行かないと思う I think の形を使うのがまあ違和感で言うとあんまりないのかなっていう印象ですね。でまあ他にもこれは食べるのテーブルなんですけど、で先ほど言ったねポテンシャルのフォーム can do something ですね、 I can eat のフォーム、食べられる、食べられない、食べられます、食べられません、これがですねちょっとこのパッシブフォーム見てほしいんですけど、これがね全く一緒なんですよね。食べられる、食べられる、食べられない、食べられない。で、まあ、パッシブフォームって何かっていうと、まあ、someone stole something じゃなくて I was stolen something by someone っていうこのまあ受け身の形なんですけど、これで全く一緒なんですよね。で日本人はよくこのポテンシャルの方、 I can eat, I cannot eat の方のラをね抜く傾向があります。
でこれをねラヌキ言葉とか言うんですけど、なのでね食べられるじゃなくて食べれる、食べられないじゃなくて食べれない、食べれます、食べれませんっていう風になります。まあ厳密に言うと正しくはないんですけど、まあラヌキ言葉の方が、まあ、一般的でありかつね違和感も少ないと思いますね。でまあこれと同じような形で、この2つ present progressive と past progressive、あの進行形ですね、あの I'm doing right now っていうそういう形なんですけど、なので食べているだと I'm eating で not eating、 まあこれ書いてないですけど、うん、食べていない。past だと食べていた、これは was eating、 wasn't eating だと食べていなかったになる。うんちちゅいたですけど、これもね居抜き言葉って言って意を省略することが多々あります。だからそっちの方がまあポピュラーというか一般的ですね。食べている、食べてる、食べていない、食べてない、食べていた、食べてた、食べていなかった、食べてなかったになりますね。まあちょっとねややこしいとは思うんですけど、まあ最初の方はね簡単なこのパストインディケイティブとか食べた食べなかったとか、まあこのプレゼントインディケイティブ食べる食べないとかというのからねだんだんこう慣れていったらいいんじゃないかなと思いますね。であと最後に、まあ、長くなって申し訳ないんですけど、あの want to のフォームがこれないんですよね、yeah. I want to eat とか I want to go っていうこの want to のフォームがないので、それの簡単なね作り方なんですけど、このテーブルのね上の方に infinitive っていう形があります。食べって書いてますね。この infinitive の形に tie をつけると I want to eat っていうのがあります。食べたくない、食べなかった、食べは食べなかったってのね。 So can I say 食べ Wait so 食べ this, Can you only use this for eating? Can I also use 食べ for something else?Like, 食べ So is 食べ just eat? 食べ食べたい、I want to eat で、たくないにすると I don't want to eat 食べたくない、食べたかったにすると I wanted, I wanted to eat になりますね。で、食べたくなかったたくなかったをつけると I didn't want to eat I did not want to eat になります。なのでこのインフィニティブにそれらを足すとね want to のフォームができるので、それもねちょっと頭に入れておいてほしいなと思います。はい、以上で動画を終わりたいと思います。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画、はいはいはい、また The word zen zen changes its meaning depending on whether it's positive or negativeIn the primitive, it means totally or completely. In the negative, it means not at all. Zen zen daijoubu. Don't not understand. Totally fine. I don't understand at all. Zen zen wakaranai. Zettai muri. Yep. Definitely, absolutely.Totally, completely. That's so hard, man! This is so hard! Chat! Totally, completely, and definitely, absolutely is like hard to distinguish when you're trying to say it in Japanese. Zen zen...ダメだ。むずいね。でも、このウェブサイトは。